スクロールしまくる一の一。さあ、一の一が、おっと、時間がない。スクロールしまくる。特に普通のスクロール、おっと、ちょっと待って待って待って。待って待って待って、そういうこと？なるほど。下にいたら死んでしまうのか、さっきは。あー、面白いな。あー、コインが取れない。下にいたら死んでしまうから、上に行く。なるほど。これ、ってことは、ここへ入れないか。入れないな。1アップ、1アップが欲しい。1アップ、ちょっと待って、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう！OK。キノコを出してすぐ上に行く。OK。あ、たぶんない。死にたくない。50コインを取って、OK。だから、土管の上だったら死なないでしょう。土管の上だったら死なない。ここで待機して、あー、これ発想が面白いなー。すごく面白い。そして1アップを取って、ダメだ、時間がない！だーダメださあ、それでは落ち着いて。クリボーちゃん、ふみふみ。よいしょ。キノコが取れない。キノコ取れない。キノコ。あ、キノコ取れた。知らないと、謎の場所で取れた。土管の上に逃げる。土管の上、あー、まか、あー、キノコ、何？クリボーに当たったのかな？あ、1アップ取れた。OK。ここも、キノコ取れた。なるほど。上に行かないと死んじゃうんだ。だから、ルートが決められてるような感じかな。こう。OK。そして、50コインは取りたい。フラワー。フラワー。上、おっと、危ない。死んじゃう、死んじゃう。だから、スクロールするから、その時に死なない、死なない高さのところにいればいいってことですね。よいしょ。死なないように高いところを移動する。1アップ欲しい。1アップゲット。よいしょ。あー、50コインとフラワー。オッケー。オッケーいけた。危ない。ここ。オッケー。次は次はここ。ここ。ここ。オッケー。フラワーは意味ないけど、とりあえず取って。オッケー。さあ、いい感じだぞ。次は次あそこか。あそこ。オッケー。ここ。ちょっと待って、スクロールが早い。スクロールが早くない？スクロールが早い。オッケー。ちょっと待って、死んじゃう、死んじゃう。オッケー、いけたー。いや、これ発想がとても面白かった。ただの位置だけど、スクロールによって個性を出す、とても面白いコースでしたね。皆さんも良ければ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。